単品でコロッケとかき揚げ、それと単品単品、おエビ天ももらおうかな。おこのほうれん草に温玉乗せて小鉢でもらえる。そして単品、ははい、それとあとは生ビール一つ以上で。お客さん、そばは？そばは締めでもらおうかな。お待たせしました、生ビールです。では。しみる。こんな昼から俺も生ビール一つ。バカ、まだ外回りの最中だぞ。ですが。おかわり。生大ジョッキで。なるほど、悪魔的。魚にしてるんだ。昼間から飲みたくても飲めないサラリーマンたちへの優越感を。秀逸なのはあのスーツ。奴がいつもの格好で同じことをしていたら、ろくに仕事もなく平日昼間から飲んだくれている落語者、そう見えるだろう。だがどうだ、スーツを着た途端大月はまるで重役。昼間から酒を飲んでも許される権力者。生おかわり。大月、三度生。もはや奴の座っている席はただの立ち食いそば屋のテーブルではない。君臨したこの店の中で唯一酒が飲める位置、玉座に。